何もかも運命に結びつける作業をしている。その方がミステリアスでそう神秘的だから。人生はチョコレートの箱みたいなもの。彼の保管は言ってたっけな。思わぬハプニングが二人の距離を縮めることもある。望んだわけでもあるまいが、どういうわけだかそうなっちまった。サイは投げられた。引き返すにはもう遅すぎる。ただ前へ進むしかない。素敵な偶然、街には誰もいないと思ったけど、同じような考えの人だらけ。不要不急に悩まされて尊い命の価値を知る。限りある命を最大限に使う努力をしよう。音楽にウイルスはつかない。素敵な偶然、一五一耶。素敵な偶然。